今回はオフロード城破り第10弾、記念すべき10回目は豪華にランクル250と新型70の2台でチャレンジします。舞台は宮城県が誇る老舗オフロード場四駆村、敷地面積11万平方メートルの山を切り開いた自然あふれるコースで難関ポイントが盛りだくさん。ノーマルランクル2台がどんな走りを見せるのか、お見逃しなく。かなり広大なオフロード場四駆村、周回コースの外周路もほとんどが険しい山道。今回は250が先行して新型70は追従します。まるでジャングルの中をクルーズしているかのようで、走っていて冒険心がくすぐられる場所。もともとランクル40に乗っていたオーナーが開拓したというこちらのコースは少し狭くて難しい足場ばかり。急勾配のポイントでは1台ずつ進みます。コース取り次第で難易度が変わる深い山々の林間ゾーン。走っているとロックやバンクゾーンが登場するなど、変わる足場にどう対応すべきかドライバーの判断が問われるエリアです。
続いてはコブが乱立したモーグルゾーン。乾いた砂と左右の段差でスタックを起こしやすい場所です。まずは250がチャレンジ。車体を大きく傾けながらも250クリアです。続いてはデコボコのコブが乱立するルートを新型70がチャレンジします。見事2台ともクリアしました。山間部で特に難易度が高いのが傾斜35度クレイジーコース。必ず下見をと書かれるほどの急坂に今回は新型70が挑みます。私の急坂に苦戦。一度下がって立て直します。
頭頂断念。最後前後デフロックで挑みましたが、ぬかるむ足場に阻まれ登り切ることはできませんでした。続いて2台がトライしたのはロックヒルクライム。もともと山が石の採掘場でもあったことから、大小さまざまな石がゴロゴロ行く手を阻みます。途中からは坂の傾斜も厳しくなるため、1台ずつ250が見事クリア。最後は70のチャレンジです。見事新型7割もクリア。2台とも宮城県の四駆村を走り切りました。今回オフロード道場10回目のチャレンジを最後までご覧いただき誠にありがとうございました。今回はランクル250と新型70の2台で挑みましたが、最初の外周路を含めて難関スポットが多く、ノーマル車では厳しい場所もたくさんありました。皆さんチャレンジするときはお気をつけて。オフロードコース挑戦企画はまだまだ続きます。次回のシリーズもお楽しみに。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。また見てくださいね。ニュース速報です。トヨタ公式ファンコミュニティランクルズが会員を募集中。急げ。